イタリア人の YouTuber の方、テスさんにゲストとして来ていただいてます。テスさんどうぞ。皆さんこんにちは。ねばりまチャンネルのテシです。はじめまして。はじめましてです。ようこそ。今回はテスさんにイタリアのステレオタイプが本当にそうなのかっていう話について質問していきたいと思います。今回のステレオタイプについては、自分がイタリアに行って感じたこととか、ジェネラルの一般的なステレオタイプだったり、そこは個人のあれとかじゃなくていろいろ混ざってるっていう感じでお願いします。じゃあまず1個目なんですけど、はい、イタリア人は毎日パスタを食べてるんですか？毎日は食べる人はいる、いっぱいいると思うんですよ。でも例えばお昼ご飯はパスタを食べて、晩ご飯は違うものにすることが多いんじゃないかと思います。毎日パスタを食べる人もいっぱいいっぱいいると思うんですけど、かといってなんかパスタの中でもなんか種類がものすごくいっぱいあるから、ソースとかどんななんかそのパスタの形とかもいろいろいっぱいあるから、そうだから毎日お昼ご飯の時に食べるパスタを食べる人が多いと思うんですけど、でもいろいろあるから、じゃがいもとかお米もいっぱい食べるし、イタリア食ね結構幅広いだと思うので。じゃあそれは嘘っていうこと、嘘っていうか半分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 、そうそうそうですね、半分半分、うんうんうん。じゃあパスタはまあ食べるけど、いつもじゃないし、まあ食べる人は食べるみたいな感じですかね。そうそうそう。はい、じゃあ続いての質問、はい、2つ目がですね、イタリア人はファッションが好きでおしゃれ、なんかイタリアって聞くと特にミラノにファッションブランド、例えばプラダとか、イタリアですよね、プラダとか、はい、まあ、その高級ブランドは結構ミラノ初のが多いから、自分たちの多分イメージがイタリア人おしゃれとか高級車イタリアみたいなのがあって、そうなんだそう思ってると思う。まあ、まあね、やっぱり、日本人なんかもね、言われることがあるので、例えばイタリア人ですって言った瞬間に、おしゃれとかって言っていただく日本人が多いんだけど、でも実際にイタリア人はそんなにおしゃれだとは思わないんですね、私は。だからまあ普通に、なんていうのかな、例えば服はどんな感じに着るかとか、どんな色をマッチするかとかっていうようなことについては、みんなちゃんと考えるとは思うんだけど、でも結局みんながなんか同じものを着る人が多い、なんかジーパン、高校生とかを見てもみんなジーパンを着て何かシャツとか、だからそれほどおしゃれだとは思わないよね。もちろんミラノとかにはまあファッションが多くて、お店も多いんだけど、でも逆にイタリア人が日本人がおしゃれだとすごく思います。なんか思う人が多いんですね。逆に日本に行って、日本の訪ねるイタリア人は、日本人おしゃれって思います。なるほど、はい、全然イタリアでなんか、イタリアおしゃれって言われるときに、いやそんなことないよって私は思いますけど、まあ、でもそれはテスさんのリップサービスでこう褒めてるっていう本当にそう思います、まあ、そういう感じだそうです、はいはい、イタリア人がそんなにおしゃれじゃなくても、その相手がどんな服を着ているかということについてに対しては結構厳しいだと思うんだよね。例えばバスとかに行っても知らない人だっても、知らない人がなんかちょっと変な服を着ている場合は、なんかそれについてちょっと、噂なんか誰か違うって言うと、その人はそんな服着てる、おかしいとかみたいなお話は、なるほど、そうすごい耳にすることがある。イタリアのイメージとして大前提で、そのおしゃれとかデザインがいろいろあるとか、それこそ発祥のものが多いので、完全にそのフィルターをかけて見ちゃってるから、決しておしゃれじゃないものだったとしてもおしゃれに見えちゃうみたいな。そうですか。まあ、例えて言うなら、はいはい、キムタクとかデビッド・ベッカムとか、まあ、誰もいいんですけど、その超有名人が黒い T シャツを着てました、まあ、もしくは白い T シャツを着てました、はい、島村の T シャツだろうが、めちゃくちゃ高いブランドだろうが、はい、かっこよく見えるじゃんみたいな感じで、そういう感じのフィルターがかかって、自分たちはイタリアはおしゃれって思ってるなと思う、はい、バスの中とかで、って洋服見て喋ってるのは知らなかったんで、そうそれはビビりますね、今日大丈夫ですか、黒い、全然完璧逆におしゃれ、いやじゃあ続いて、イタリア人は1日に何回もコーヒー、特にエスプレッソをエスプレッソバーみたいな場所でペッて飲んでいくみたいな
イメージがあって、はい、それは本当ですか？なんかまずはコーヒーはいっぱい飲もうっていうのは確かなんか本当にそうなんだけど、うんうん、例えばだけどなんかそのバーのエスプレッソでじゃなくて、うんうん、自分の家でも、カフェティラモカというすごい毎日作ってる。え、そうなんだ。あの2つに分かるやつ、こういう、そう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 、ビアレッティ、いやビアレッティ、ビアレッティ、ビアレッティ私も持ってます。はい、だからイタリア人は例えば旅行するときに自分のあのイタリア語でモカと言うんだけど、まあ、カフェティラかモカ、うん、持って必ず持ってどこかに行く、なんかなん、あの旅とかでも一日帰りの旅でも、うん、本当にそう持って、だからそれで家でうちでコーヒーを作って、うん、結構エスプレッソとか強いコーヒー、うん、で一日に、うん、普通の人だと朝一個コーヒーを飲んで、例えばまあ起きて、なんかで起きられるためにコーヒーをいっぱい飲む人、例えば3個、うん、飲む人もいるのね。だけど、まあ、一般的普通の人だと、起きて1個を飲む、あとはお昼の後、うん、で午後またお昼の後飲むよね。そうそう、飲むはもう絶対、それは絶対飲む、絶対飲む、うん、絶対飲むし、あと例えば友達とあの誰かに会うと、会ったとしたら、うん、街とかで、うん、あのまあ、あのカフェとかに行ってまた4個目飲むんだけど、うちのあのお父さんならもっともっと飲む、例えば 5個とか、まあ6、うん、あの5つ1日にすごいいっぱい飲む。夜でも飲むんですね。夜でも飲む。なるほど、うん、うち の, あの 兄,、うん、兄とかもすごいコーヒーが大好きで、うん、今、まあ、ロンドンに住んでるのに、うん、もうコーヒーのマシンとかも買って、すごい、それであの一番美味しい豆とかを買って、うん、それで作ってる。なるほど。でも日本だと割と夜飲むと寝れなくなっちゃうから、うん、なんか午後はやめましょうみたいな感じが若干あったりするんだけど、それってありますか？うん、あるある、あ、あるんだ、あるけど、でもやっぱ慣れてる人々が飲む、あ、なるほど、が飲む、夜とかでも。はい、じゃあそれは正しい。正しいです。正しいです。あ、やっときた。正しいやつやってきた。じゃあ続いて次の質問。これは正直個人的なあれなんですけど、割とヨーロッパに住んでる日本人は気がついてるマジかっていうシチュエーションなんですけど、なんでしょう。レストランに行ってピザを食べるときに、じゃあ4人でレストラン行きました、はい、ピザ注文します、1人1個頼むんだよね。うん、もちろん、はい、で、うん、プロシュートとか頼んだときに1人1個頼んでて、そのままナイフで切って食べるんだよね、うん、で日本人の感覚からすると、はい、ピザってシェアするよねって思ってるから、レストランでピザ食べることは、まあ、そもそもあんまりないけれども、例えば、うん、ピザーラーとかドミノとかで頼んだら、なんか 2,3 種類違うやつを言って、なんならハーフとかクォーターでいろんな味があるのがあり、はい、でみんなでこう一切れずつ違うのを食べていく、まあ、もちろん2切れぐらい同じ味になる場合あるかもしれないけど、はい、からなんかピザはイコールシェアするものって思ったんですけど、イタリア人の人とレストランに行くと、もうみんなでポンって牛丼を自分で食べるみたいな、はい、いやそれについてそれについてなんか実は言ってることは、私もなんか日本で経験してるから、そのピザとかを食べた時にみんなシェアしてるような、まあイタリア人ってなんか自分のお皿に乗ってある食べ物に対しては結構なんていうのかな、自分のもの、自分のものだぜって思っているから、逆になんかもちろ ん, なんかピザとかを頼む時にたまに友達同士だったら、あ、じゃあなんかこの2つのピザどっちにしようかと決められない時に、2人で、あ、じゃあ私はこれ頼もう、あなたはこれ頼もう、それでちょっとあの半分半分もう平等的にシェアしましょうとか、うん、というようなことはあるんだけど、はい、でも自分のお皿なんかにある食べ物に対してはやっぱこれは私のものですって、うん、ちょっとわがままっていうかあるから、まあ、もちろんシェアとかたまに、特別な、うん、食べ物だったら、あ、ちょっと試してみますかとかって聞いて、うん、それは全然ありえるけど、うん、日本に住んでた時にすごくびっくりしたのは、うん、アルバイトしてたところ、うんの人々と一緒に、うん、どこだ、まあ、ピツリアとかあるところ、うん、なんかお食事のところに行ってピザを頼んだわけ、うん、でみんながなんか時間をかけてどんなピザにしようかっていうことを決めた、うん、決めたんだけど、うん、で例えば私はマルゲリータとか、うん、まあ、みんなはバラバラね、あの違うピザを頼んだんだけど、うん、私のピザが一番最初に来た、はい、来たんですけど、でそれでみんながすぐに私の皿かと言ってもね、そこからピザを取っちゃったわけ。で私があれなんかあれなんか私のピザなくなってるわって、みんながマジで勝手に取って食べた。で心配してたけど、でもやっぱり今度は他の人々のピザが
着いた時に私もそれを楽しめることができたから、うん、あれなんかみんながまあ共有なんだって分かったんだけど、うん、その時にすごいびっくりした。なんかもう聞かずになんか共有確かにピザピザ、うんうん、ねえびっくり確かに。いやそれがまさにそのピザなんだよね。他の食べ物だったら一人に来たら、まあ、定食とか分かんないけど何でもいいんだけど一人で食べるけれどもピザはやっぱり一人一個じゃなくてびっくりしたシェアするからそこは多分許可なしで切って食べると思う。そう、私のピザがもうあっという間になくなっちゃった私のピザがやばい。確かにそれありますね。はい、じゃあ続いてここから男性の話になるんですが、イタリア人の男性の方は意外とマザコンの方が多いと言われています。でどういう意味かっていうと、30歳40歳になってもお母さんと一緒に住んでいたり、はたまた仕事中にママみたいな感じでちょっと通話をしちゃったりみたいな感じで、割とこうお母さん愛がすごいっていう方が多いって一般的に言われてます。でそれについて本当かどうか聞きたいなという感じです。どうですか。本当だと思うんだけど、うん、そういうタイプの人がすごい多いともう言えないかもしれないけど、もう男性だけじゃなくて、例えば、まあ、女性とかでも、はいはいはい、もう男女を問わず、うん、なんか私のおばさんとかの中でも、うん、もう33歳の時まで、うん、両親と住んでた人だったり、うん、なるほど。でもそうだね、あと結構あるのは、まあ、帰った時から、うん、イタリア人ってどこか日帰りの旅とかに行く時も、うん、旅行に行く時も、うん、すごいなんかお母さんたちが、まあ、両親がうるさくていつも、うん、その子供に電話する、うん、例えば「あ大丈夫ですか？元気ですか？生きていますか？」とかすごいなんか心配、はい、してくれる、まあはい、一般普通の両親ね、私のは全然そうじゃなかったんだけれども、うん、でも一般的な両親はすごい心配するやつだから、うん、だからそこからはもううん、そうだね、私の周りの人々がもうどこか、うん、例えばこっち遊びに来てもらっても、うん、毎日お母さんに「あ生きてる生きてます」とか、というすごいなんか毎日必ず両親に電話する、うん、よりこっちは、まあ時間ある時に電話する感じだし、うん、たまに、まあ、1週間とか、まあ、2週間とかも時間がなければ電話できない感じなんだけど、うん、それは多分普通の子供だと必ず両親に生きてるっていうちょっと電話しないといけない感じだから、多分そこからはこのお母さんと両親との ね、うん、つながり、このようなつながりがちょっと強いかもしれないので、うん、そこで30歳35歳まで両親と一緒に住むことになっちゃうこともそういう、うん、じゃあなくはない、まあ、なくはない、どっちかって言ったらあるっていう感じですかねそうそうそう、はい、という感じでね、今回イタリアのステレオタイプについていろいろ聞いてきましたが、ちょっと動画がなくなってしまったので、この続きの動画として、次回に持ち越します。なんでね、もしこの動画に撮ったらぜひいいねと、コメントいただけると幸いです。あと、下の概要欄のところに、テスさんのネバネバチャンネルっていうチャンネルのリンクがあるので、ぜひ、チェックしてみてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんて言うんだっけ？チャオ？チャオ。チャオチャオじゃなくて？グラッツェ。グラッツェ。グラッツェ。グラッツェ、チャオ、チャオチャオ。